ペガサス何そのちょっとファンタジックな愛人私学社名が維新製造が受けます、はい、新車あ新車はできたんですか。建て替え、あ、これ完全のグニャグニャなんですか。海外で売れてるみたいなのがあるんですか。完全メーカーっていうのがスタートの根源みたいなところなんで、やっぱり終わる。なるほど。あの漫画の企画誰がやられたとかあるんですか。風通しがいいなと思って。風通しの良さって大阪にあるっていうのもあるんですか。話す聞き方も多いじゃないですか、うんあ、これ吸い取ってくる。あ、吸ってる。あ、なるほど。一人でやってる。あ、本当だ。こういう単純作業っていろいろとやってると、なんか頭が俺何のためにこれ働いてんだろうみたいなところまで考えてる。案外そういう単純作業が人を作ってるかもしれない。SDGs はやりがいですよ。はいはいはい。なるほど。気象力器っていうところがいいですかね。いやでもなんかさらっと見ていただいた感じ。これね今回 の全体のなんていうの、これ用に作ったんですか。そうそう、ね、ミシンの総合カタルでこのぐらいの幅のある全機種が載ってるカタログ作って配ってたんですけど、はい、重いし PDF で見れるし、ね、こちらこのためにパラッと見えるやつをね作ったんですよね。はい、まあ、そういうのってやっぱりデザインに時間かかるんですか。いろいろ言いたいことあるじゃん。言いたいこといっぱいないことをギリギリまでやりました。あとツイッターもなんかやられ発信されてて、でも毎日あげる結構大変なんよな。そうですね。もうネタ探しがすごいと思うし、こう選びながらっていうのがもうなんか苦しかったですね。ああそうですか。一回信用を失ったら、まあ、次がじゃあもう一回チェック。人の映り込みはすごい気にしますし、うんすね、機械の映り込みもそうだし、はい、ああ機械の映り込み、ね、食堂のメニューありやね。ああそうですね社内の、はい、まあ、フードっていうか雰囲気を知ってもらうっていう新社屋とか。新社屋、あ新社屋できたんですか。2年前、3年前。新規ですよ。2年前でもコロナに始まったぐらいです。あ、そうなんですね。で、ま、だからあんまり出せなくって。あ、そうですか。でもすごい綺麗な建物。そう、これ新社屋ですか。あ、そうなんです。いや、新規ですよ、これは。中もちょいちょい SNS に載せた。一般の方ってそんな、ジャノメドが家庭用ミシンやってるところは知ってるんですけど、ペガサス何そのちょっとファンタジックなっていう。愛人私学社名が変わるんです。ミシン製造が受けます。はい、ああみんな知ってますか、ね。ミシンだけじゃないってことになってきたからです。ミシンだけじゃないですか。自動車部品のもう10年ちょっと前からやってるんです。自動車部品も作ってるんですか。実は。あそうなんですか。実はあのシートベルトのここの中にある巻き取り装置みたいなやつ。あれを最初に他社さんと合弁でやってたんですけど、はいはいはい、そこで、まあ、大貨車事業もスタートして。ホーセーバー。推しの。推しのがあれば。いろいろ推しはあるんですけど、ぶっちゃけ海外で売れてるみたいなのがあるんですか。ミシンなんか今日なんか海外の人たくさんいて、やっぱりあのペガサスオーバーロックがメインなので、オーバーロックがメイン、売れてると言ったら言えるとオーバーロックのミシンですけども、やっぱりなんでオーバーロックに行けますか。もともとここ牛カンヌイなので、カンヌイ入りでスタートしてずっとカンヌイばっかりやっているので、ノウハウが詰まってるんですね。そうなんですね。なるほどね。こう見渡すと確かにカンヌイが多いなと思う。あてカンヌイしかないと思う。カンヌイしかないんですか。ホンヌイがないですね。ホンヌイは実は本当に、さっきのあの新車横のこのくにょくにょもカンヌイの、はい、あ、今気づいてもらいましたあ、これカンヌイのぐにゃぐにゃなんですか。
なるほど。三輪メーカーっていうのがスタートの根源みたいなところなんで、やっぱりオーバーロック系がっていうか。あ、面白いです。これです。あ、これも？これもね。これも密かに縫い。あ、なるほど。同じ縫い目。なるほど。そうですね、ちなみにですよ、ごめんなさい、あの漫画の企画誰がやられたとかあるんですか？あ、そうですか。派手通しがいいなと思って。上原がやっぱりあれかな、いい、ね、今推しやったらあの漫画の MXT と MX51 かな、はい、海外向けにはそうやね。そう、こんな二人がめちゃめちゃ業者とやり取りして持ってきましょうか。素敵にし、この風通しの良さって大阪にあるっていうのもあるじゃないですか。東京には本社ないんですか？東京にはないないですよね、はい、大阪の本社、うん、大阪にあるのもあるのかな。いや、絶対ありますよ。そうかもしれないですね、はいはい、何やろうね、何やろうから僕ノーベル賞って京都大学やっぱり科学系多いっていうイメージで、やっぱ 東京よりもこういう関西のなんか雑談から生まれる発想みたいなって関西強いだろうなって。こう話す口数も多いじゃないですか、うん、そうです、絶対それって確かに、うん、コミュニケーションの出しまくってるってこと、うん、あ、それはそういうのあると思います。あれ面白いね、喋ってから知らんけど、うん、あ、そうですね。ホーセーバー、この5100の売りは、うん、こういうクロスプレートのところやって開いてるから、あ、そうか、出来がね、そうですか。海外で大量に縫うところは多分つけると思う。めちゃめちゃ埃が溜まるから使わないと。どん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 ここのゴミ箱に入っていくんですけど。滑り台みたいな。そうです。やっぱオーバー強いだけあって、そこまで考えてるんですよ。そこまで考えてるというか、ユーザーが多いとそういう意見もたくさん耳に届くというか、だから選ばれてるんじゃないですか。よかったら食べみませんか。ああ、やってみます。チェーンカッターが入ってますんで踏んでもらいます。あ、ミシン、ペダルを踏み込んでもらいます。ああ、じゃ
ゃあこれ縫って最後ここだけ、はい、あ、本当だ。そう、コツはいるんですけど、まあ、すぐ慣れます。はい。ああ、なるほど。普通の方だと、これ一回、ちょっと来たりですね。はい。オーバーロックもこんなことになってんですね。縫製バー。それ用に作る、そうそう、渡す人、ああで、それを機械でこうやってピックを代行してくれる。じゃあもうその人雇うより安いってことですね。そういうふうに使えないかなっていう。なるほど。 AI とかロボットとか手先を使うところってなかなか難しいって聞いてるんですよ。電子ロールにどんだけお金をかけるとか、うん、こう半自動機みたいなのにしたり、総力員にお金かけて、うん、やっぱし人がいるところをサポートするっていう方がベターなのかっていうのは、それがいいんでしょうねって思いますよね。そうですね、はい、あの部分部分で総力こういうのを入れてでもいいかな、はい、いきなり全部は難しいかもしれないですけど、うん、奥の方はこれが小型版で、T シャツの袖の、はいはい、これを開発するほどの利益になりそうなニーズがあるんだなっていう、うん、こういう単純作業ってずっとやってるとなんか頭が俺何のためにこれ働いてんだろうみたいなところまで考えちゃうんです、うん、案外こういう単純作業が人を仕切ってるかもしれないね。SDGs のやりがいですよ。ただただ取ってよりはそれは違う人がやってもらって、うん、ありがとうございます。もうこれだとバッチリ取れます。一通り見て、あと海外メーカーをせっかくだから聞こうかなと思って。もう日本語通じないです。やばい、英語だと思って頑張ります。ありがとうございます。いえいえ、はい、ありがとうございます。最後まで見てくれてどうもありがとうございました。少しでもいいなと思ったら高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。